こんにちは、トバログです。今日は僕がいつも使ってる PC MacBook、これは15インチの MacBook Pro なんですけど、この MacBook のおすすめのアクセサリーとか、僕が普段使ってて結構便利だなって感じる周辺機器とかについて紹介しようと思います。僕 MacBook は大学 2,3 年ぐらいの時に初めて購入して、でそれ以来、5台ぐらい MacBook Air とか12インチ MacBook とかいろいろ使ってきたんですけど、その中でね、トバログのブログの方でその度に結構いろんな周辺機器とかアクセサリー類をね紹介してたんですよ。よく聞かれるのが、 MacBook 買ったよ、でおすすめのなんか周辺機器とかあるとか、アクセサリー類とかなんかこれ買っといた方がいいよみたいなのあったら教えてっていうことをよく聞かれるんですよね。せっかく MacBook 買ったんだからその PC 使って自分で調べればいいのにとか思ったりもするんですけど、実際こうやって自分であれ何買おうかなとか思った時に調べると、おすすめ MacBook のアクセサリー30選とかもうほとんどまとまってないじゃんみたいな、なんならもう全然関係ないものまで紹介されてたりとかして、結構ね、ググるとカオスな状態になってたりして、僕とかだったら大体これが必要だなとかわかるんですけど、確かにね、MacBook 買ったばっかりの初心者とかだと、結構ね、わかりづらいよなと思うこともあるんで、今回は僕が実際に使ってみて良かった MacBook のアクセサリーとか、これは欠かせないよっていう MacBook アクセサリーについて、そんなに何十個も紹介してもしょうがないと思うんで、10個ぐらいを厳選して紹介する形にしようと思います。じゃあここからは実際にこの MacBook におすすめの周辺機器を紹介していこうと思います。こうやって今並べてるのは、MacBook 単体で使うときはもちろんなんですけど、自宅で使うときもあると便利だなと感じるものとかを、紹介しようと思います。重要度順から紹介していくと、まずは何といってもやっぱり USB ハブですね。これはサテチのものなんですけど、USB Type-C のポートが備わっていて、ここに USB-C とか、あと従来の USB Type-A っていうんですけど、フラッシュメモリーとかをここに挿したり充電したり、あと SD カードリーダーとかマイクロ SD カードもここから読み込むことができるんで、マルチハブって言われているものです。MacBook で特に2016年とかそれ以降に出たようなモデルだと、本当にこの USB-C っていう小さめのポートしか搭載してないんですよね。今ではもう定着してきてる感はあるんですけど、例えばこういうフラッシュメモリーを使いたいっていう時は当然ここに差し込むことができません。なのでこういうハブを使って、こう差し込んで、このハブを介してこうやってフラッシュメモリーを読み込んだり書き込んだりすることができるっていう感じです。例えばこういうハブがあると、SD カードとかもこうやってそのまま読み込んで PC の方にデータを移すこともできるし、あとはここに HDMI 端子がついてるんですけど、この HDMI 端子からディスプレイに接続して使うこともできるんで、結構やっぱり MacBook ユーザーにとっては手放せないアイテムなのかなと思います。仕事の時とかこれを忘れると本当に何もできなくなるぐらい結構重要なものだと思っています。USB-C 対応のマルチハブにもいろんな種類があって、こういう MacBook Pro で使える2ポート端子を使うものとか、あとこういうタイプの1ポートだけしか使わずに、伸びててその先っちょにこう SD カードリーダーがあったりとか、ここにイーサネットって言って有線 LAN を接続する端子がついてたりとか、こんな感じのハブが各メーカーからいろんなものが出てるんですよね。で結構選び方って難しいと思うんですけど、有線 LAN のイーサネットポートが必要かとか、あとこっちの HDMI 端子が必要なのかとか、そういう自分の使い方に合わせてどういうポートが備わってるのかっていうのをまず調べてから必要なものを買うっていうことをおすすめします。で個人的になんですけど、こういうハブ類は Amazon が結構安いんで Amazon で買うことをおすすめしたいです。家電量販店にも売ってはいるんですけど、例えば日本の代理店を通すことで価格が同じものでも2倍になってるとか、そういうことも結構あるんで、基本的にはAmazonで例えばサテチとか、アンカーのものとか、そういうのを買うのがいいかなと思います。本当に MacBook 使ってる人だったらまずこれは購入した方がいいって断言できるアイテムですね。その USB-C に続いてあった方がいいなと思うものとしては、よいしょ、これですね。ちょっと見づらいと思うんですけど、ディスプレイ保護フィルムです。
ディスプレイ保護フィルムは本当にもう MacBook 買ったらすぐに貼った方がいいなと思うアイテムで、実は僕これまでディスプレイ保護フィルムとかいらないよって思ってた派なんですけど、実際にそれで数ヶ月使ってみたら本当になんか細かい傷がこうやって光を当てると分かるようになってきちゃったんですよね。こうやって閉じて持ち歩いてるからホコリとか混入しないだろうって思いきや、意外とこうこの隙間から砂利みたいなのが入ったりして細かい傷がいっぱいついてたりもしたんで、本当に MacBook を大事に使いたいっていう人は、まあディスプレイ保護フィルムを購入するのをおすすめです。スマホと違ってガラスフィルムじゃなくてもよくて、本当になんか2000円ぐらいで買えるような安いものでいいかなと思います。僕は多分エレコムかなんかのを、まあ、Amazon で購入してそれを使っています。本当ガジェットってディスプレイにすごい傷がつくと結構萎えるし、まあ本当に新しいものに買い替える時にこれを売るってなった時のリセールバリューみたいなの結構落ちるんですよね。でディスプレイ保護フィルムを貼っておけば、まあそのフィルムをバッて剥がせばまた新しいのつければいいだけなんで、色の再現率とか若干コントラストとか落ちたりはするんですけど、基本的には装着することをおすすめしています。でまあディスプレイについては話したんですけど、やっぱり必要なのってよいしょ、まあ、こういう本体自体を持ち歩くときに保護するケースみたいなのも本当にあった方がいいかなと思います。 MacBook ってこう傷がつきにくそうに見えるんですけど、こうやって見ると意外と細かい傷が表面にもついてるんですよ。でしかもこことか鏡面になってるんで、ちょっとした砂利とかが触れただけでも傷になっちゃうっていうこともあって、まあさっき言ったみたいにちょっと傷つくと萎えてしまうんで、まあ普段はこういうクッション性はそんなに高くないけど表面を保護できるケースとかに入れて持ち歩いています。よいしょ、こんな感じで入れてこう収納するっていう感じですね。で僕はこの Amazon Basic っていう、まあ Amazon が出してる1000円以下で買えるようなスリーブケースを使ってるんですけど、結構クオリティが高くてこんな感じで持ちやすい取っ手がついてたりとか、あと表面がネオプレーン製なんで割とこう安っぽくなくしっかりとしてるんですよね。まあこういう角とかもまあそれなりに加工がされていて、クッション性はもうほぼないと思った方がいいんですけど、まあちょっとしたかすり傷とかからは守ってくれるかなという感じです。 Amazon Basic のケースだと 14.0 インチ用が本当にぴったりサイズでした。 15.6 インチ用もあるんですけど、かなり大きすぎるんでそれは返品して今14インチを使っています。あとはちょっとミーティングに行くときとかだと、この本革でできた国立商店っていう、まあガジェット系の革スリーブとかを作ってるメーカーがあるんですけど、そこが作ってるこの革の MacBook ケースをよく使っています。これはいただいたものなんですけど、ボックスカーフって言ってね、結構革靴とかに使われるような光沢感のある、黒くて重厚感のある革を使っていて、この圧巻のサイズ感でつなぎ目とかもなくて、しかもこうやって MacBook がサッと入るっていうことで、まあ、かなり重宝しているものです。持ち歩くときに必ずこれを使うっていうわけではないんですけど、ちょっとしたミーティングとか打ち合わせで人前でこう MacBook を取り出すっていうときは割とこれを使っています。あと本当にあると便利だなと思うものはこれですね。動画でも何回も紹介してるんですけど、ラブパーの 61W の窒化ガリウム充電器です。このコンパクトさで 61W 給電ができるんで、13インチ MacBook Pro までならこれでも本当にすぐ急速充電ができてしまうんですよ。でまあ、15インチ MacBook Pro も非推奨ではあるんですけど、まあ、充電も全然できてしまうっていうものなんですね。12インチ MacBook だったら別なんですけど、 MacBook Pro って充電器が結構重くてそれで持ち歩くの億劫になってしまうっていうことが結構あったんですね。だけどもこの窒化ガリウムのやつにしてからは重さも本当に半分ぐらいだし、サイズも半分ぐらいで済んでしまうんで、これはかなり重宝しています。まあ、最近 100W 給電ができるモデルも出たんで、15インチ16インチユーザーはそれを購入して、13インチ以下の MacBook Pro とか MacBook Air とかを使ってる人はこのサイズでいいかなと思います。 30W 給電ができるもっと小さいものもあるんで、まあ、自分の MacBook に合わせて窒化ガリウムの充電器を選ぶといいと思います。でまあ続いて個人的におすすめなのがこれですね。一見すると何かわかんないと思うんですけど、こんな感じで角度をつけると画面が見えなくなるっていう覗き見防止シートです。これをどうやって使うかっていうと、ここにマグネットが内蔵されてるんで、本当にもうそのままピタッとワンタッチで貼り付けることができます。
で、まあ、覗き見防止シート自体は使ったことある人も多いと思うんですけど、まあ、これを装着すると例えば隣の席からほとんど何をしてるのかが見えなくなるっていう便利なアイテムです。まあ、カフェで作業するときとか新幹線で作業するときって結構ね、やっぱ隣の人の目も気になるし、まあ、MacBook って結構画面が大きいんで、やっぱり隣の人から何をしてるのかすぐ分かっちゃうんですよね。特にこの YouTube 動画を編集したりとかブログ書いてるときって、自分のチャンネルが隣の人にバレてしまうとかあって結構恥ずかしいんで、まあ、最近は外出してないんでそんなに使ってないんですけど、まあ、新幹線で移動するときとか、まあ、カフェで動画編集とか作業するっていうときにはこれを使っています。例えば秘密保持契約をしている作業をするときとかはもう本当にこれ手放せないかなっていう感じです。まあ自宅で使う必要はないんですけど、外で使う人はかなりおすすめのアイテムとなっています。まああとは MacBook 単体で本当に快適に作業するっていう目的だったら、あったら便利だなと思うのがこれですね。本当に薄型の PC スタンドです。まあ、これはモフトっていうものなんですけど、こんな感じで MacBook に角度をつけることができるんで、こう PC に角度をつけて背筋が曲がりすぎないようにサポートするとか、そういう機能が備わっているものです。まあ、ちょっとねこの発熱処理をする部分にバッて粘着テープで貼り付けてしまうんで、処理能力が落ちるんじゃないかなっていう懸念はあるんですけど、まあ、手首がこうやって変えるわけじゃなくて肘ごとちゃんとこう角度が変えられるんで、かなりね安定して楽に作業ができるようになるかなと思います。まあ、モフト自体は3000円くらいなんですけど、まあ、ぶっちゃけ類似品でもほぼ性能は変わらないと思うんで、まあ、1000円2000円で売ってるようなものでもいいかなっていう感じです。まあ、MacBook で結構忘れがちなんですけど、バックアップ用にこんな感じの SSD とかがあるとすごい便利です。まあ、これは何回も紹介してるんで割愛しますけど、まあ、本当に薄型で 51g っていう軽量さで、この中に 2TB の容量が入ってるんですね。まあ、これはどうやって使うかっていうと、 MacBook とこう USB Type-C で接続して、でタイムマシンっていう機能が MacBook には備わっているんで、それでこう MacBook の中全体をこっちにバックアップすることができるんですね。まあ、MacBook の場合だと普通のデスクトップ PC と違って持ち歩くことが多いんで、例えば僕実際にあったんですけど、カプセルホテルでちょっと MacBook が盗まれてしまったりとかもしていて、でまあ落として壊してデータが飛ぶっていうこともあると思うんで、まあそういう大事なデータとかをなくさないためにこっちにバックアップ取ってるっていう感じです。本当に結構ねみんな軽視しがちだと思うんですけど、いつ MacBook 盗まれるかわかんないですかね。僕は2年前ぐらいに盗まれてしまったんですけど、まあ、そんな感じでいつ不幸が訪れるかわかんないんで、まあ、いつでも持ち歩いて旅先でも自宅でもバックアップ取れるようにこういう SSD を持ち歩いています。で SSD って結構高いんで、単純に MacBook のデータだけをバックアップしたいっていうことだったら、全然こういうポータブルハードディスクとかでもいいのかなと思います。これは 4TB でだいたい1万円ぐらいで購入できるんで結構おすすめです。こういう外部のストレージの選び方としては、例えばこの MacBook Pro が 512GB のストレージ搭載してるんですけど、まあこれだったら、まあ、1TB のストレージがあれば、まあ、バックアップもできるし、ちょっとした書類とかを収納したりもできるんで、まあ、それ以上あればおすすめかなっていう感じです。まあ、本当に一番いいのは一番大きい容量を買うことなんですけど、容量が大きいとそれだけ高くなってしまうんで、最低でも倍の容量があるといいかなと思います。まあ、MacBook 用に持ってた方がいいものってこのぐらいかなっていう感じですね。必要ではないんですけど、あると便利なものとしてはこういう 60W 給電ができるラブパワーのモバイルバッテリーとかは、 PC 作業するときも MacBook をちゃんと充電できるんでおすすめだったりします。これについては単体で動画でも紹介してるんで、そちらをチェックしてみてください。でまあこんな感じで MacBook 単体で使うためにあった方がいいものみたいなのを紹介してみました。こんな感じで僕がいつも使ってる MacBook 用のアクセサリーとかおすすめの周辺機器について紹介してみました。まあ、最近は家でテレワークしてる人も多いんで、本当はこういうキーボードとか、あとまあトラックパッドとか、まあ、ディスプレイとかいつも使ってる機材みたいなのも紹介したかったんですけど、まあ、それについてはちょっと前にね、あの自宅の作業環境とか、まあ、僕この部屋をオフィスとしていつも使ってるんですけど、そういうところで詳しく紹介してるんで、まあ、MacBook 単体で使うんじゃなくて、そういう自宅で作業するとき用の周辺機器とかアクセサリー類に関しては自宅の作業
ディオ環境のルームツアーをしてるんで、そちらをチェックしてみてください。まあ、こんな感じで今回の動画を終わりにしようと思います。この動画を気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。